1994年から1996年の間に、徳馬書店の徳馬文庫で発表された。前後巻からなる。2006年に、朝日、ソノラマのソノラマノベルスから前三巻の新書版で再刊され、2013年には、文芸者の文芸者文庫にて、天空の女王鉢というタイトルで文庫化された。前三巻。なお、徳馬書店版と同時期に、 本作の続編にあたる私のファルコン前後巻がそのラマ文庫から並行して出版されていた。こちらは現在は朝日のベルズから前3巻の新書版で再刊されている。第二次世界大戦のミッドウェー海戦にてアメリカ合衆国太平洋艦隊に勝利した大日本帝国はそのまま連合国と対等な立場で終戦を迎えたものの、 戦後の大不況により発生した内戦により、利根川を国境として、西日本帝国と東日本共和国に分裂してしまう。その後21世紀に入り、宇宙からの謎の落下物をめぐって、戦争勃発寸前になる。資本主義の自由主義国家。首都は西東京。帝国とは、名ばかりで現実の日本同様に、身分制度は廃止されているものと思われる。 しかし、パロディとして行き過ぎた、資本主義をコミカルに描いており、貧富の差という階層社会が形成されている。天皇を国家元首としているが、実質は立憲君主制で、内閣総理大臣が政務を担当している。かつて東京が、分断戦争にさらされたためか、天皇は、京都にいる。国防体制西日本帝国軍は陸、海、空の三軍からなっている。 帝国陸軍は文中には90式戦車を主力戦車とするような記述が見られる。その他には、パトリオットミサイル、81式短距離地、対空誘導弾など、現在の陸上自衛隊装備と共通する部分も見られる。帝国海軍は、世界最大の戦艦、ヤマトや太平洋戦争時代の航空母艦5隻など、世界有数の装備を保有している。空母の関西は、 川崎重工が、ライセンス生産した FA-18 ホーネットを採用している模様。その他、攻撃型潜水艦、薩摩白波や対戦フリーゲート、水穂など、多数の艦艇を保有している。軍情、新緑の2隻のイージス艦は、アメリカの大根でロガ級、イージス巡洋艦を購入、もしくはライセンス生産したものと思われる。帝国空軍は、航空自衛隊と、 共通している装備があり、F-15J イーグルや F-1 が、その代表的な例である。また、対地攻撃、対艦攻撃などの戦術作戦を行う F-15E ストライクイーグル、航空機の完成、空中警戒を行う E-3A セントリー A ワックスも保有している。特徴的なのは、洋島空軍基地に配備されている衛星高度戦闘機、 VX-708A で、これらは後日の東日本宇宙空母の領空侵犯に対処すべく配備されている。帝国陸軍には国家安全保障局があり、主に情報戦を担当している。政府一般西日本政府は基本的に現実の日本国政府と変わりないものと思われる。ただし、防衛省は国防総省となっている。外務省と 国防総省が大倉省と対立している雰囲気を匂わせる一、シーンが見られる。また基本的に西日本帝国の官庁は年功序列と思われる。一貫の文中に海軍省という記述が見なされるが、詳細は不明。また、国税庁は独自の武装組織、武装税務庁集隊を持っており、避難する住民の進路を封鎖して、 臨時の特別確定申告徴税書を設置し、強引に徴税できるほどの権限が与えられている。国民生活程度に首都西東京にある六本木では、高級クラブで財閥などの金持ちが遊んでいる描写があることから、やはり政財界の圧力が感じられる。帝国総理大臣の北に新一郎が、私学女性を全敗したため、全国の私立大学が首都圏の名門校を除いて、 のきなみ倒産し、国公立大学や生き残った私学の競争率が恐ろしいほど上昇、授業料も医学部に至っては80倍という異常な状況になっている。また、自動車税や罰金なども非常に高額に設定されており、駐車違反に至っては1回で100万円、それも1時間おきに100万円ずつ上乗せされていくため1日の最高額が2400万円という、 超高額罰金システムとなっている。社会主義国家。暫定首都は新潟。平等党が一党独裁体制をとっている。暫定首都とは、東日本外ずれは、西日本帝国を占領し、東京を首都とするという願望をあらわにしている。国防体制東日本人民軍は陸、海、空の三軍と平等党警護隊、議事堂警護隊という警護軍によって成り立っている。 軍の装備は全体的に老朽化しており、空軍機で西日本の F-15J に張り合えるのはミック -29 フルクラムくらいである。また攻撃ヘリもミ -24 ハインドが配備されているが数は少ないと思われる。ただしソ連崩壊時に亡命してきた共産党高官だから最新鋭の宇宙兵器等を譲渡されている。政府一般表面上は 基本的に他国と大差ないが、実際には平等党書記長さんただ大蔵の独裁体制である。国民生活人口は約6200万人で、その内約200万人が平等党の党員とその家族であり、その他の国民は一般国民と呼ばれている。一般国民には漢字や割り算すら教育されない。漢字が読めれば西日本帝国の書物が読めることから、 その防止であり、割り算ができれば、食料配給等の不公平さに気づかれるので、これを避けるためである。英語、社会科なども教えず、愚民政策と言える。一般国民は、一応個人名があるような描写が見られるが、基本的に、国民番号という番号で呼ばれている。ありがとうございます。